ジェイドン・マリック・サンチョは、イングランドロンドンサザーク区出身のサッカー選手。プレミアリーグマンチェスターユナイテッド FC 所属。イングランド代表。ポジションはフォワード。トリニダード・トバゴ出身の両親のもと、7歳からワトフォード FC リザーブに所属し、2015年3月、14歳の時マンチェスターシティ EDS に移籍した。2017年8月31日、ドイツのドルトムントに移籍し、同年移籍したデンベレの着用していた背番号7番を与えられた。10月21日、フランクフルト戦でマクシミリアン・フィリップとの交代途中出場で、ブンデスリーガデビューを果たした。2018年4月21日、レバークーゼン戦で初ゴールを記録さらに2アシストも記録した。2018年9月30日、第6節のレバークーゼン戦では1アシストを記録して、暫定首位のアシスト王になった。2018から19シーズンは12ゴール14、アシストを決め飛躍、ブンデスリーガ年間ベスト11に選出された。2019年8月8日、DFL スーパーカップのバイエルン・ミュンヘン戦では、決勝点を決めて5シーズンぶりの優勝に貢献した。2020年5月31日、第29節の SC パーダーボルン07戦では、キャリア初となるハットトリックを決めた。2020から21シーズンのポカール決勝、RB、ライプツヒ戦では2ゴールを挙げて、チームを優勝に導いた。2021年7月1日、マンチェスターユナイテッド FC は、サンチョの移籍に関して、ドルトムントとの合意を発表した。7月23日、マンチェスターユナイテッドと2026年6月までの契約を締結したことが発表された。イングランド代表として、各年代でプレーし、2017年には UEFA、U-17 欧州選手権に出場し、最優秀選手を獲得した。2017 FIFA U-17 ワールドカップにも出場し3得点を記録した。2018年10月4日、UEFA ネーションズリーグ2018から19に向けたイングランド代表に初招集された。10月12日、クロアチア代表戦で途中交代から代表デビューを果たした。2019年9月10日、UEFA ユーロ2020予選、コソボ戦でフル代表初ゴールを決めた。2021年、UEFA ユーロ2020決勝では、延長後半終了間際に途中出場、PK 戦で4人目のキッカーとして登場したが、3人目のマーカス・ラッシュフォードに続きシュートを防がれてしまい、さらに5人目のブカヨサカのシュートも防がれ、準優勝に終わった。ありがとうございます。